接触、演化は、食物を認識して、口に取り込むことに始まり、胃に至るまでの一連の過程を指す。人の接触、演化は、現在、以下のような動きに分けて説明されている。ただし、以下の動きがスムーズに行われるのはあくまで、命令演化の時であって、自由演化の際は、必ずしも、以下の流れになるとは限らない。認知器とも言われ、 これから接触する食物の正常を認知することにより、食べ方、大気分泌、姿勢といった接触に必要な準備を整える時期。食物を高校に取り込み、歯で咀嚼して飲み込みやすい大きさの塊を形成する時期。塩化第一期とも呼ばれる、随意運動であり、食会を下によって咽頭へ送り込む時期。塩化第二期とも呼ばれ、これ以降は、不随意運動となる。 絶戦が持ち上がり、食会が陰頭に達すると塩化反射が生じて、極めて短時間の間に、以下の一連の動きを行う。高齢化や事故等により陰光器の不随運動に、関わる筋肉の衰え等が起こると、正常な塩化の工程を行うことができず、塩化障害を引き起こす。塩化第三期とも言う。食道壁の全動運動が誘発され、 食会が食堂入り口部から家と送り込まれる。臨場を咽頭筋は収縮し、食会が逆流しないように食堂入り口部が閉鎖される。舌骨、口頭、喉頭いは安静時の状態に戻る。ありがとうございます。